皆さんこんにちは、森のニーナです。なぜシュープレやったのとか、なぜグラビアやったのっていう質問が多かったのと、意外びっくりしたみたいな聞かれたので、ちょっとお話ししたいなと思ってこの動画を今撮ってます。私今年の6月9日で30になったんですけど、はい、これも本物なじみの子からプレゼントしていただいたんですけど、なぜか今年の誕生日はお花をいただくことが多くて、多分女の子にとって大きな節目だと思うんですよね。フィリピンにいる時に週刊プレイボーイさんみたいなオファーがあったんですけど、その時にやってみたいと思ったんですよね。私の学校がカトリックの学校で、おばあちゃんがシスターで、元理事長、私がフィリピンで芸能やり始めた時に絶対 FHM は出ちゃダメだよって言われてたんですよ。出るわけないじゃん、オファーなんか来るわけないじゃんと思ってたんですけど、大きなオーディション番組だったんで、終わった後にオファーが来たんですよ。で、出ちゃダメだよって念押しされてたんで断っちゃって、一回チャンスを逃しちゃって、で3ヶ月前ぐらいにシュープレのオファーが来た時に、これだって思ったんですよね。すごい撮影は楽しかったです。出させていただけるということで、なんかちょっと運命を感じて、要は私は今フィリピンに住んでないから、親戚の人とか一緒に住んでたシスターさんたちに当てないからいっかと思ってやりたいことをやろうと思って、今回シュープレをやることにしました。で、結果もちろんやってよかったです。インスタでそのシュープレの告知として投稿するときは、もちろん写真もねすごい露出してたので、ドキドキしすぎて、この日から告知して大丈夫だよっていう日の次の日になっちゃったんですよ。もう緊張しすぎて、投稿ドキドキする、はー、20代最後の記念に撮ってもらおうと思って、で今後も YouTube とかそういった表に出るお仕事をこれからも続けていきたいなと思ってるので、シュープレやらせていただけるなんてもうもってのほかみたいなやつ、絶対やろうって思って、今回初グラビアを挑戦させていただきました。集英社さん会社に顔合わせに行った時に、もう不安は全部吹き飛んで、もう一回そういうお仕事来たら、もうちょっと上手なポージングとかできるといいなと思います。今後ももし機会があったらやりたいです。シュープレネットエクストラっていうのは、本誌には載ってない66枚の写真が1000円で買えるので、よかったらそちらの方も見てください。そんな感じです。森のニーナでした。まだ売ってるから買ってね。前回投稿した動画は進撃の巨人のあらすじ動画、まだ見たことない人のために、私が大好きな進撃の巨人のあらすじをご紹介させていただきました。この他はタガログ語講座、メイク動画、 Vlog、 Vlog はタガログ語で、私がタガログ語を喋ってる動画がありますもしタガログ語を勉強したい方とか、日本語の字幕がついてるので、もしよかったら見てください。シュープレ秘話ご紹介動画でした。もっと更新したいんですけど、どうしても私の編集能力が追いつかなくて、でも私 YouTube 大好きで、本当は毎日でも上げたいんですけど、整理して覚悟して今後とも YouTube を続けていきたいと思います。よかったら見てください。森のニーナでした。